沖縄島付近の空中写真。1976年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。沖縄島沖縄島は、福島県の稲葉城湖の西北部に位置する島。行政上は、福島県山国稲葉城町大和沖縄沢に属する、無人島である。また、 沖縄島を含む稲わしろ朝南部の地域名でもある。沖縄島は稲わし湖にある唯一の島である。伝承では、ミスボらしい旅の僧が村を訪れ、村人に水を飲ませてほしいと求めたものの多くの、村人がこれを拒んだ中で、貧しい老人が僧に水を与え、その僧は老人に思いやりの心を忘れないあなたには幸運が訪れるだろうと言い残して、 村を去っていった。僧が村を去った三日後、万代山が噴火し地震で、村はことごとく、稲わしろ湖の底へ水没してしまったが僧に水を、施した老人の家の周囲だけは、水没を免れ、島となったのでこの老人にちなんで、沖な島と呼ばれるようになった、とされている。稲わしろ湖上の沖縄島は、山群沖縄沢村に属していた。 1889年の町村政志向に伴って、大沢村など4家村が合併した際、新たな村の名は、沖縄島にちなんで、沖縄島村となった。沖縄島は、沖縄島村域の西南の外れにあたり、沖縄島村の役場や小学校などは、旧三津和村に置かれた。沖縄島村は1955年3月1日に、 周辺の町村と合併して、稲わしろ町となり、現在は、旧沖縄島村域を、稲わしろ町の沖縄島地区と呼んでいる。旧沖縄島村に由来するものとしては、JR 万越西線の沖縄島駅、沖縄島温泉、沖縄島港などがある。沖縄島駅や沖縄島温泉は、沖縄島地区の北部に位置しており、島の沖縄島からは、離れている。 沖縄島の対岸には、アリス川の宮沖縄島別邸が建設され、天橋閣及び福島県芸品館として現存する。沖縄島港からは、島の周辺をコースに含む長浜沖縄島航路の遊覧船が発着する。ありがとうございます。